沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか？そうだ、トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ？奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために？ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと？強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする、キリュウ？行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ、行くしかない。あの SP とやらどこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵、好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのはみな総理大臣になりたいもんなんじゃないのか？じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。伊達さん、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。キリュウ、頼んだぞ。
思ったわ。ええから早よ乗れ。ああ